みんなの買って公開した文房具。アルミ&ウッド定規。隙間空いてるし、その隙間に消しカスが入る。俺の筆箱が汚いわけじゃないからね。汚いんやり。オレンズネロ 0.5。なんか違う感がすごかった。0.2 最高。アルミ定規。落とした時の、カラーン、カラン、カラーン。がでかすぎる。アルミ定規の爆音には気をつけろ。最近出たサラサの多機能ペン。確かに440円とめちゃくちゃ安かったけど、サラサの赤、青、黒を買った方が安いし、多機能ペンになったらガタつきが出て、書きにくくなった感じがする。パペコスペシャル。手汗が多い自分にとっては、使えば使うほど滑りやすくなって、疲れやすい。パペコスペシャル 0.3。0.5 が売ってなかったため妥協して買った。ザーツゴリラじゃなくても芯がすぐ折れる。パペコは頑張って探して 0.5 を買おう。パペコスペシャル。絶賛してる人もいるし、確かに書きやすい。でも何より、ぼったくりすぎるだろう。あれより安い値段でもっといいペンなんて、いっぱいある。スマッシュ。限定色集め出したら財布が空っぽに。スマッシュ一択。これ買ったせいで沼ハマって、貧血になったんだけど。ペンテルさん、どうしてくれんの ?S20。これのせいで沼に入れられて、抜け出せなくなって、財布も空っぽになったから。めちゃくちゃ正直に言うと、S20 もパペコスペシャルも自分には合わなかった。多分これは、軸の太さが合わなかったのだと思う。実際自分には合わなかった。ってのはあるよね。高い万年筆。使いどころがない。マジでシャーペン買った方が良かった。俺はリアルなリペやね。モノグラフライト。値段には見合っているけど、書き味がチープで軽かったから、私には合わなかった。ガリガリ君ナポリタン味。モノゼロ。クリアレーダーの次に消えにくい。風評被害。パランダッシュ844メカニカルシャーペン。見た目は最高だけど、高重心で書きづらい。しかも7150円で高い。コレクターならありだけど、本当に鑑賞用って感じ。鑑賞用に7150円きついね。SRT、自動芯出し機構がネロに完全敗北してたのと、S20 の方がノック感書き味、すべてがいい。スマッシュ 0.3。後に 0.5 買ったけど、0.5 の方が個人的に好きだった。クリアレーダー、あまり美味しくなかった。クルトガードバンス、スタイリッシュでかっこいいから買ったけど、凹みすぎだし使いづらい。スタンダードとあんま変わらん。ケースの方が良かった。ケースはマジでいい。フリクションライトのグリーン。赤シートで隠せると思ったけど、引いたとこに赤シートやっても見事に文字が見えて爆死。文房具にはまれば全て買って後悔する。なぜなら振り返ると買いすぎて気を失いかけるから。メタシル、長く書けるのいいけど薄ー。ボールペンのインク切れる前に先に替えインク買っとく行為。普通にインク切れる前に違うボールペン使うようになる。これわかる。いろいろ試したいやん。ザ・ドクターグリップ。なんかでけえ。グリップが結構汚れやすい。でも友達に貸すとき重宝してます。ザ・ドクターグリップかな。まあまあ疲れるし、今はペン回し専用のペンとなって役目を全うしています。ドクターグリップエース。筆圧高い自分からしたらペコペコしすぎてマジで書きにくい。グリップも硬いし普通に高い。オレンズ AT。AT よりネロの方が使いやすいかも。フリクション。黒鉛でフリクションの部分が汚くなったら消すときに汚くなって終わり。今回の最優秀リップ。ずっと前に買ったクリアレーダー。テストで物を忘れ、仕方がなく使った。答案を間違えて消したら、黒鉛が引き伸ばされて、答案用紙がものすごく汚くなってしまった。しかも返却時、答案用紙が汚い、と叱られる始末。今でもあいつを恨んでいる。叱られててくさ。